海と日本プロジェクト in 秋田県。おはようございます。小田島奈々美です。海と日本プロジェクトが今年力を入れ進めているのが海ごみゼロ活動です。秋田県男鹿市立北陽小学校では秋田海上保安部の皆さんと例年戸賀湾で漂着ごみの調査を行っています。先日行われた漂着ごみの調査ではあいにくの雨のため室内での説明となりました。どういう種類のものがあるのか、そういうことを皆さんに調べてもらいます。戸賀海水浴場に流れ着いた漂着ごみを使い、子どもたちにどんなごみがあるのか説明しました。こういうものなんだけれども、はい、泳いでます。こう絡みついてしまいました。泳げなくなって死んでしまうということもあるので、またライフジャケットの正しい着方を学んだり、海上保安官の方にさまざまな質問をしました。海上保安庁に入るには何をすればいいですか？海上保安庁になりたい。お、ありがとう。そう気持ち忘れないで。海上保安庁になるのに特別なものはないです。海上保安庁になるための試験、その試験を受けてもらえれば、それで合格すればもう海上保安庁になることできますんで。やっぱり海をきれいにしようとかって思って、去年は撮ったりだことをなんか印象に残ってます。2つの狙いがありまして、一つはまずやっぱり海の環境を保全していくことの大切さを学ぶということと、海上保安官になってこういうお仕事に携わっている人たちのお話を直接聞いたり、仕事のやりがいだとか、お仕事を選んだ理由だとか、そういったことに触れるチャンスでもありますので、この機会はずっと大事にしていくつもりでおります。